カリブ海の配置などからの報道によると、首都ポルトー・プランス郊外で、米国とカナダの宗教関係者17人が、ギャング組織に誘拐された事件で、ギャング側が、1人につき、約1億1400万円の身の代金を要求していることが19日、分かった。合計、約19億4000万円。 南米エクアドルを訪問中のブリンケン米国務長官は、米政府は事件を重視している。解決のためにできるあらゆることを行う。と述べた。誘拐されたのは、米オハイオ州を拠点とする宣教師グループで、米国人16人とカナダ人1人、うち5人が子供だった。 首都東方のドミニカ共和国との国境地帯を支配下に置き、誘拐ビジネスを主要資金源とする有力組織、400マ5ゾの犯行とされる。一帯では、4月にも、フランス人を含む7人の宗教関係者が、同組織に誘拐され、約20日後に解放された。